どうもこんにちは、菊池隆澄です。この度映画東京に出演させていただきました。僕自身、お芝居は今回が初めてで、もちろん映画も初めて出させていただいたんですけども、とてもすごく楽しくできました。いろいろと全部が新しい経験で、すごい刺激的で、とても楽しかったし、自分にとても、いい経験になりました。でこの映画東京は徐々にどんどんぐいぐい引き寄せられる、とても深い内容になっていると思います。ラストはアッと驚く展開が、お楽しみに。こんにちは、藤田飛です。今回映画東京に出させていただいて、本当にいい経験になりました。すべてのことが初めてで、何もわからないままやったんですけど、監督の皆さんや出演者の皆さんの助けで、演じ切ることができました。これからもっともっと演技を頑張っていこうと思うきっかけになった作品です。映画東京、よろしくお願いします。皆さんこんにちは、マルコスです。今回はお金持ちの同性愛者の役をやらせていただきました。初めての経験でどう役を演じたらいいのか少し不安もありましたが、監督さんと相談をしながらいい役作りができました。いつもとは違うマルコスが見られると思うので、ぜひ楽しんで見ていただきたいと思います。ありがとうございました。